ということで、こちらがですね、買ってきたものとなりますが、今からですね、早速こちらご紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずでかいこれからいきましょうか。こちらからいきたいと思います。はい、じゃーん、ジグゾーパズルですね。はい、まあほとんどのキャラクターがね、ここに書かれてて、マークトウィンゴの前でね、写真が撮られているものでございます。で、今回はですね、一応これがメインのね、デザインのようですので、これのデザインたくさんございます。で、ちなみにですけれども、ここにね、1000ピースって書いてあります。1000ピースのパズルですね。ちなみにお値段が5000円です。はい、それでは次行きましょう。はい、では次こちらですね。これレジャーシートです。レジャーシート、今と同じデザインですね。こちらこんな感じ。はい、こちらお値段がですね、750円でございます。750円ですね。このシリーズでいきたいと思います。お次これですね。はい、こちらショッピングバッグです。ショッピングバッグ、表と裏ですね。これ同じ柄なんですね。違う柄にすればいいのにと思っちゃった今。同じ柄のようですね。はい、でちなみにこちらお値段750円ですね。あ、安いですね。750円でショッピングバッグ、このデザインだったらいいんじゃないでしょうか。かなり安いと思いますね。はい、ということでショッピングバッグです。750円。はい、で続きましてこちらですね、クリアフォルダーですね。クリアフォルダーでございます。同じくこのデザインですね。で、裏が花でいっぱいになってます。はい、でお値段がですね、450円ですね。とてもお安いですね。このデザインで450円だったらもう全然ありだと思います。はい、こちらクリアフォルダーです。次にこちらですね。はい、これポストカードです。このデザインのポストカード、300円ですね。300円、裏は普通のポストカードです。はい、これいっぱい売れてました。はい、ということで、買ったですね、このデザインのものは一応これだけですね。はい、であともう一つございます。こちらですね、これなんですけれども、ミッキーとミニーのですね、まずこれが袋ですね。で、この袋はね、ちなみにおまけです。で、この中に何が入っているのかと言いますと、こちらが入ってます。これです。で、これ何かと言いますとですね、これはですね、写真集ですね。この蜷川美香さんの写真集でございます。ミッキーとかミニーとかね、あとはこういうデザインとか、いろんなですね、キャラクターのデザインがこの中に入っております。結構ね、分厚いですね。ちなみにお値段はこれ5400円です。だけど、まあ、ちょっと高いですけどね、これとこれがセットになっておりますし、中にはね、たくさんのキャラクターの写真がね、入っておりますので、これがね、めっちゃ売れてました。ちなみに
品切れてました、今日夜行ったんですけれども、こちらの写真集品切れたそうです、だけどこれね、他の書店でも売られるらしいですよ。ツイッターで出回ってましたけれども、いろんなね書店さんの方で売り出されるということですので、別にわざわざねパークで買う必要はないんじゃないかなと思います、正直。なので、まあ、品切れたとしてもですね、こちら書店で買えるらしいですので、皆さんぜひぜひそちらの方で購入してみるのもありだと思います。めっちゃ混んでましたからね、はい。でちなみにですが、今日どのぐらい並んでたのかっていうと、ジョマジがねお昼にも投稿したんですけど、5時間半が最長だったようですね。でこれがね品切れた時3時半、この段階でもね4時間半待ちだったそうで、その、ね、並んでる最中にね今日品切れましたよっていう情報が来ちゃったらしいので、ちょっと、ね、並んでた方かわいそうだなと思ったんですけれども、こちらですね、まあ、一応買えましたので、こんな感じですね、はい。中身はですね皆さん買って、もう売ってないですけど、売ってないんですけど、これぜひね買えた方いると思いますので、ちょっとネタバレになりますので中見せないようにしますので、ぜひぜひ皆さん再販とかね書店さんの方で買って、こちら中身ご覧ください、はい。ということで、今回買ったのはこれですね。ちなみに買ってないのがね唯一1種類だけあります。何かと言いますと、バスタオルですね。バスタオルだし系今回ですね買わなかったんです、はい。まあ、なぜかっていうとね、使うのもったいないからですね。せっかく買ったのにねバスタオルで体を拭いちゃうのもちょっともったいないですし、ね、なので、買いませんでした今回はね。ということで、一応バスタオル以外は全部こんな感じで買っておりますので、だいぶねこの動画参考になったんじゃないかと思います、はい。ということで、今日はですねこれで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。